後崎チャンネル。さあこれからですね、仙台のラジオに出演します。はい、なんと私の古巣の、はい、TBC 東北放送、うん、そうです、エンボヤージュっていう、あの9時から11時半放送の番組に、はい、今からパーソナリティの生放送です。はい、に今からですね、うん、あの里崎生ライブ、袴田さんとやってる全国ツアーの、はい、多分仙台公演の、うん、あの番宣の出演です、はい、そう、番宣させていただけるんですね。そう、ね、うん、でももうすぐ電話がかかってくるんだよね。はい、あの多分エンボヤージ月曜日なんで、うん、石川太郎さんっていう、うん、定年退職をされて、うん、で今フリーでやってる方ですね。あ、そうなの。はい、すごい陽気なあの男性ですよ、うん、かかってきた。はい、もしもし、佐々木です。はい、おはようございます。はい、お願いします。はい、もしもし、おはようございます。え、そうなんですか、ありがとうございます。気になる。本当ですか。いや、好きなこと言ってるだけですけどね。まあ、基本的には今野球界で起きてることとか、まあ、僕が話したいことですね。だからもう思うこととか考えてることとか言いたいことがあれば、まあ、発信できるツールがあるっていうことで、まあ、かなり僕にとってはあの合ってるかなっていう YouTube は思います。トークが得意か苦手かって言われたら、まあ、苦手じゃないですね。絶対得意。そうなんですよ、東北が生んだ袴田さんと一緒にやらせてもらってるんですよ。出身は静岡ですけど。そうなんですよ、あの静岡で生まれて東北が育てたって感じですよね。あ、そうですね。どうでしたか、その東北放送におられた時は。良かったですか。なんて言ってんの。はい、はい、そうなんですか。いやいや、本当お世話になってます僕も。そうですね、やっぱりいくら僕でも好きなこと言ってるって言っても、やっぱりコンプライアンスがあるんで、なかなかの電波に乗せて言えない話もいっぱいあるじゃないですか。そうなんですよ、生だとあのもうすごいこと言っちゃうよっていう。でもその代わりですね、あの会場に来られた方は、袴田さんがあの会場出たらあの記憶がなくなってしまうっていう魔法をかけるんで、あのやっぱ忘れちゃうんですよね。だからあの世の中に出てこないんですよ。この話を一生聞きたかったらどこでも言わないでねっていうことです。まあ印象はですね、まあ若手の台頭もしてきましたよね。まあ去年のね、新人早川もそうですし、でまあ内野手の黒川もね、成長してきてますし、まあ辰巳もね、やっと評判通りのゴールデングラブ賞も取れましたし、でまあ田中マークはね、ちょっと昨年防御率は良かったんですけど、援護点に恵まれなかったですけど、また残留もね表明して、戦力としては大きいですよね。いや、考えれば、まあ、その中でのやっぱり一番の課題はですね、やっぱ外国人選手だと思うんですよ。やっぱ昨年やっぱりディクソン、カスティーヨがやっぱまあ怪我もあって活躍できなかったのは、やっぱり楽天にとってやっぱ大きかったですね。うん、でその中でやっぱ今年はあのギッテンス、そしてマルモレホスっていうね、2人の野手を取ってきてるんで、やっぱこの2人の外国人選手の活躍以下ではやっぱ優勝も狙えるし、ここがまた不発になると A クラス争いになっちゃうのかなっていうところはあると思いますよね。いやいや、あの全チームは頭に入ってるんで、聞かれればすぐ答えれますから。そうですね、やっぱ東北のアイドル袴田さんを綺麗なんて、ぜひ生で皆さん見に来てください。そこ、はい、2人でやりますから。はい、ありがとうございました。はい、はい、終わりです。はい、りこんな感じです。いいな、私も太郎さんと喋りたかったな。いや、めっちゃいいって言ってましたよ。え、本当ですか。え、なんて言ってたんですか。どうですかって言ったら、いや、なんか良かったって言ってました。そんだけ。忘れちゃった。いい、後でラジコで聞き返すもん。なんて言ってたか。太郎さんと喋りたかったな、太郎さんって。ちゃんとお世話になった先輩ですから。そうなんですか。はい、でもあの東北が産んだって言ったら、静岡出身ですけどねって言ってました、太郎さんも。あ、言ってました。私もここで言ったんですけど、すごい太郎さんちゃんと把握してくれてる。忘れられてなかったっすね、ちゃんと。はい、はい、まあ、ちょこちょこホットホップ行ってるんで。あ、そうですね、はい、ちょこちょこ行ってますもんね。結構フルスの曲にお世話になってるので、はい、今でもサンドイッチマンさんとのアシスタントで、はい、一躍人気でって言ってました。あ、その番組をね、ずっと3年間一緒にやったので、はい、卒業してこっち来ちゃったんですけど、まあ、ああいう感じでね、出るんですよ、はい、あのラジオは。そうですね、はい、私もよくあの局にいても電話リポートとかでラジオに出ることってあったので、あんな感じ、最初にオペレーターさんが、うん、じゃあこの後来るんでよろしくお願いします。あ、そうで、ちょっと待つのよね、はい、で入って、はいって始まるっていうね。はい、みんなね、電話の時どんな風に出てるのかなってね、こんな感じです。本当に電話喋ってるだけなんですよね。そうそう、本当に電話で喋ってて、はい、それが本当にオンエア乗って、はい、あとはね、その局にいる、はい、あの方と掛け合いで成り立っていくっていう、はい、で、終わったらもう電話切って、はい、終わり、終わり、これが仕事です。はい。いいな、喋りたかったな、私も。じゃあ電話すればいいんですか。今から、うん、局に出させてください。ということでね、はい、あの3月12日、うん、仙台市民会館、はい、
でね、うん、佐々木ライブ生ライブやりますんで、はい、皆さんぜひねチェックして、生の袴田さん綺麗だってね見に来てください。ちょっと最近太ったんです、どうしよう。いや頑張って3月12日までに、はい、まだまだありますね、まだ、まだ1月だから約2ヶ月ぐらいあるから、はい、ちょっと絞ろう、ちょっとやっぱお正月太りますね、うん、そうそう、むくんでるだけよ、むくんでますかね、食べ過ぎて。皆さん、まあ、開幕直前ですから、そうそう、皆さんね、はい、沖縄はねちょっとこのオミクロン株の影響もあってね、さすがにこれでイベント続行するっていうのはね、うん、まあ、あのいろんな方に迷惑かかるんでね、本当行きたかったですけど、まあ、残念ながら中止にしましたけども、はい、来年のね2月には、はい、ぜひね沖縄キャンプで里崎ライブやりたいと思うんでね、うん、そちらもしぜひね皆さん来てください、はい、ということでね、他の県いろいろ行きますから皆さんチェックしてね、あのぜひご来場お待ちしてます、お待ちしてます。